はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。録音開始してますね。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、朝ですね、はい、旦那のリクカイクーさんをバス通勤にしたんですよ、はい、するとなんとどんな方向にしようっていうぐらいのアクシデントが起きまして、なんと乗るバス停を間違えるという乗るバス停を間違えて全然違うところに行こうとしているというアクシデントが起きました。リクカイクーさんお茶目で、朝びっくりしました。本当に来た、 LINE が来た瞬間、はどこにいるのみたいな。まあでもお気持ちわかりますよ、だいぶな、まあ気持ちはわからんこともないけどさ、はい、いやさすがにサービス中にね、びっくり仰天ですよ私は、では番組の紹介をしたいと思います。お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいね、ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。今週の一曲はミーシャで包み込むようにです。どうぞ。これ選んだのは旦那というね懐かしい。出るか。旦那出そうなんだよな。出そうで私は出ない、絶対無理。昔なら出たんですけどね。ああ、高校生ぐらいの時だったら出たかも、この音程は。小学校の時だったら余裕で歌えてたかもしれないです。あ、小学生だったらね、なんとかいけるかも。女子より高かったもん。だから、初めて放送員の、お手伝いした時に、仲のいい同級生にも女子の声だと勘違いされてました。おお。今日、なんか、リレーの実況してた女の子誰って言われて。いや、俺だけど。はって言われました。言われるね。テンション高くなるとめっちゃ声高くなるみたいな。あー。ミキさん、早い早い、あ、ミキさんが泳ってきたとかって実況します。いや、いや面白い。誰がやってたの女の子。あ、俺。それぐらい間違えられたんだね。びっくりされましたね。うん、はあ、包み込むよ。よ、さっきは僕梱包の歌みたいな言い方しちゃいましたからね。台風1号、うん、うん、
それてますけどね、だいぶ。まあ、それてますね。バス停で1時間バス待っていたよ。旦那から来た。お疲れ様です。どんまい。どんまい。いや、バス停って難しいですよね。え、ちょんね、覚えるのも大変だし、系統番号を覚えるのなんて、なおさら難しいというね。僕は未だに適当です。あれ？大体目的地ら辺の書かれてたら、あ、これでいいかなって思ってみます。ああ、まあまあまあ、それはね、確かにね、言えてる言えてる。で、近くまで行ったら、最悪タクシー使えるだろうかな。ああ。じゃなかったら走っていけるだろうぐらいは。その勢いですよね、確かに、はい。私もそうだな、目的地手前ぐらい、あ、この辺かな、みたいなのはよくある。いや、あんまりのあんで飲まない理由、そこなんですよね。ああ。普天間の三叉路で、伊佐に行くのか、うんうんうん、それとも、宜野湾方面に行くのか、うん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 、この別れが未だによくわからないんで。私もよくわかんない、そこは。まあ、普天間交差点で降りるっていう手はあるんですけど。あるあるある。ただ、目的が結構その先だったりすること多いんで。いつもどっちだろう。私、那覇でもさすがにあんまり飲まないからな。那覇もわけわからんし。那覇で飲みたいなぁ。友達から全然 LINE が返ってこないな。飲もうぜって言ったっきり一向に返ってこないという返事が。90番か23番、そうなんだよね。ちょうど通るバスが27番使えるから覚えさせようと思ったら77番になっちゃったけど。あっちらへん系統番号多いからね、うん、通るのが。僕がよく使ってるのは77番でしたね。おお、名護線。はい。名護から沖縄市に帰ってくるのに。ああ。なるほどね。いつもノートパソコン持って中で映画一本丸々見てきてました。じゃあ、まもなくですね。はい。じゃあマイクオンにします。はい。お聞きいただいたのは、ミーシャで包み込むようにでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、梅雨です。ちょうど季節的にいい感じなので。はい、さあ、ようやく梅雨入りしましたからね。やっと梅雨入りしたんですけど、今度台風が来そうで来なさそうで。だ台風来たら梅雨明けするのかなっていう。そこ？はい。あ、でも、あれだね、今度の確か、糸満ハーレーが、6月9日。はい。なので、もしかすると、早いかもしれないですよ、梅雨明け。早いかもしれないですね。じゃあ、短い期間に梅雨バーって降ってもらわないと、夏場に、ね、今度は水不足になっちゃうよっていうね。それが今も、夏って、では、水不足にならないぐらい、もう溜まっちゃったんですよ。え？そうなの？もう今 80% 近くいるんです。あ、ええー、そうなんだ。ここ1週間の上がり方がえぐいです。そうなの、ね、15% ぐらい上がってます。へえー。キャスの方が来てますので、さっきのに紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン、ワン。ワン。台風1号が来るってよーって来てますが、それてます、沖縄本島からは、今のところですけど。しかも、大きさちっちゃいですからね。まあ、意外と、でも勢力はあるみたいですよ。勢力だ、小さいから勢力強いんですよ。逆にね。逆に。うんうん。だから、まあ、強風域にも入らない可能性もありますね。あ、そうなんだ。どこ通るかによりますね。まあまあ予報円がどうなるかですけどね。はい。ただ大きくなっちゃうと今度また、
強風域に入っちゃう可能性があるんですけど、はいはいはい、まあ、その後勢力が弱まるはずなんで、うんうんうん、まあ今985ヘクトパスカル、ね、まあ強い方じゃないの、まあ、そこそこですね、うん、オフトークで、あ、オフトークじゃないな。あの、最初に言ったオープニングトークで、沖縄大好きさんが爆笑してて、まさかのバス停違いと来てます。そんな陸海空さんからも、来てますね。バス停で1時間バス待ったよって。どんまい？私1回しか教えてないからね、バス停の場所とか。あ、でも1回、いや、2回ぐらい取ってはいるはずだ。確か。カープボーイさん、バスは90番か27番しか使わなかったな、そういえば、と来てますね。90番は、あっちですね。どこだっけ。大蛇名通るのか。うん、大蛇名通っての、あ、違う。大蛇名じゃないな。大蛇名通るのは27番か。90番はあっちですね。前原通ってですね。前原から、公営交差点のところ通ってから行く那覇線ですね。そういうバスって今、先月から値上がりしてますよね。上がってる。昨日、収録上では先週になるんですが、はい、昨日バス乗った時に30円上がってて。はい。初乗り190円だった、ね。そうそうそう。びっくりした。中途半端なんですよ。だからね。200円でいいよって、ね。200円の方が冷静から200円でいいよ。確かに、それ言えてる。はい、なん中途半端な上がり方はやめてほしいんだよな。10円のためにいちいち崩したくないです。うん、確かにね。もたもたしますから、ね。うん。レッカイクさんが、サッチーが、学生服履かせって言うから変身校ないのよって。あれのことでしょ？ロックの日のやつ。私にも来ないから多分落ちてると思うよ。では、メールの方に行きたいと思います。サッチーさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。トゥインクルちゃんです。どうも。久しぶりですね。トゥインクルちゃん。テーマ、梅雨。梅雨になると、前日の夜、前日の夜、明日、雨で体調悪くなるから、不安な気持ちになります。あと、当日雨降って、体調崩してしまったりします。そのためね、気持ちがダウンしますと来てます。あら。まあ、確かにね、言えてる。なんか、雨の日の前日とかに憂鬱になっちゃうとか、うんうん、よくありますね。私、でも最近はそうでもないかな。まあ、あんまり気持ち的に落ち込むことなく。でも雨降ったら、頭痛が、偏頭痛するので、あれ一番嫌い。ああ。気圧の変化で多分、頭痛を起こすんでしょうね。頭痛くなりますよね。そう、頭痛くなるから、もうあれ厄介でたまらない。うん。もう一通メールが来てますので、紹介したいと思います。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、梅雨。あ、梅雨のテーマで言ったんですけど、天梅雨とかそういう梅雨でも OK にしたので、それでも来てますね。梅雨に入りジメジメしておりますね。この時期になると僕は気圧による偏頭痛が起きやすく、うんうん、さらにその気圧のせいか、腰まで痛くなったりするのでしんどいです。そこまで？痛み止めは欠かせないっす。ちなみに、今日も、仕事中腰が痛くなって大変でした。そして、梅雨といえば、麺つゆの方かな。麺つゆ、冷やしそうめんうまいっすよね。つい食べ過ぎちゃいます。麺類好きなんで、と来ております。まあ、麺つゆでもいいし、天ぷらとかの、天つゆっていうの、はい、あ、でも OK ですよって、先週行ったので、それでも来てましたね。タイムリーなことに僕は、はい、昨日の夕飯は、うん、冷やしそうめんでした。おお、で私も確か冷やしそうめんだったような気が。昔はお肉必ずつけないとってあったんですけど、はいはい、でも豚アレルギーで、うんうんうん、全然お肉つけれないんで、むしろきゅうりがあればいいかなってなって、きゅうりは卵焼きですね。うん、卵焼き美味しいよね、確かに。はい、
もうこの2つあれば、もう満足です。うん。あと、わさび入れて食べちゃう。あ、わさびか。私、わさびあんまり言いつけないんだよな。いや、わさび入れると美味しいんですよ。でもね、なんかね、最近、旦那のりくかいっくーさんが、刺身とかにもやっぱり、わさびって入れるじゃないですか。はい、入れすぎて、ヒーヒー言うんですよ。ツンツンってきて。鼻に来ると。そう、鼻に来るやつで。キャスの方でカープボーイさんが、偏頭痛は魂さんのところ行ったら治るってよーってきてます。そう。私も一回、魂さんのところに、何だったかな、腰痛がすんごいやばくって、はい、で、魂さんのところ行ったら、一発で治りましたね。おー、すごい。さすがと思った。うん。で、それを紹介したのはリクカイクさん。僕もなんか体の不調出たら通おうかな。その方がいいかも。うん。でもね、私、このつゆで思い出すのが、いつも天ぷらに使うつゆなんですよ。天つゆ結構好きで。お、天ぷらには欠かせないかなって感じ。まあ、天ぷらも油物ですからね。あえてつけるとちょっとさっぱりしますね。そうそうそう。おろしに、おろしつけて、すると美味しいんだよね。でも油って考えたら、じゃあわさび乗っけても合うのかな。あー、どうだろう。今度試してみます。あれがいいんじゃないの、一味とか七味とか。あー、辛いのもいいんですけど、ただ辛いっていうか、わさびの場合は油打ち消してくれるので。あ、そっかそっかそっか、なるほどなるほど。あー、うん。あと、つゆで思い出すのはやっぱりあれかな、冷やしそうめんのあのつゆ。あれ結構今種類が出てて、なんか普通のなんかのつゆだったっけな、昨日食べたの、なんか2倍にして薄めるやつ、なんだったっけ、濃縮系のやつで私たち食べてるんですけど、はい、あれで結構2倍はしないな、 1.5 とか1倍とか結構辛めにして食べてますよ。そう、そうなんです。意外と塩辛い方を好んでおります、最近。気をつけてくださいね。血圧。気をつけてくださいね。血圧気をつけないと。やばいやばい。今日なんか、あれですね、キャスがあんまり動かないというか。そうですね。ね、珍しい。キャンさん、あれです。梅雨といえば何かあります？この時期とかでもいいですよ。この時期ですね。僕大嫌いなんですよ。なんでですか？雨が大嫌いで。あ、その雨ね。雨。はい、雨降ると、僕の趣味でローラーブレードとか自転車とか乗れなくなっちゃうんで。あ、確か。なるほど。いつも、って言って家にこもる時間が長くなるのが嫌だなって思いますね。あー、確かにね、外のアウトドアとかだったらなおさらできなくなっちゃうからね。はい、あと部活やってた時とかって、うんうん、陸上部って雨でも休みないんで、はいはいはい。ずぶ濡れの中で練習しないといけないんで。あ、そっかそっか。それもそれ相まって、あんまり、本当に梅雨って好きじゃないですよね。あー、なるほど。まあ確かに。まあバスケでも、外レーンがある場合は、なかなか外練ができなくなったりもするので、はい、厄介ではあるんですよね。ですよね。雨って一番。なんか、じとじとするし、うん、そのせいで汗も余計かいちゃうし。そうそうそう。カープバさん、今年はまだ、湿度 100% がない。え、そうなの？ちょっとカラッとしてますかね、意外と。でも今日めっちゃ朝、じめーとして。今日じめーとしますね。やばかった。外に出た瞬間が。うん。埼玉の郷さん来ております。サッチー、キャンチー、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄大好きさん、さっきまで運転中だったので、あ、そうなのね。あ、すいません。ありがとうございます。律儀にありがとうございます。埼玉の郷さん、今日の、埼玉、カジバーバーでした。明日、一日雨。あら。カジバーバーなんですね。でも沖縄も結構ね、今現在で言うと、風結構強いですよ。そうですね。ちょっと吹いてますね。うん。昨日はでもちょっと落ち着いてたんですよ。あ、確かに。昨日はまだ良かったかなと思う。昨日？はい、うん。だから昨日はちょっとドローン使ったりできたんで良かったなと。ちょっとヒヤヒヤしてたんですよ、もう。この雨の時期になっちゃったんで。はいはいはい。まあ、サチーさんにちょっと事情話したんですけど、うんうんうん、今結婚式の動画を作るのを依頼されて。はい。その結婚4月なんですよ。あ、うん。4月？7月。再来月ってこと？期間ないじゃないですか。期間ないね。やばいじゃん。だからちょっと焦りが実はあったので、うんうんうん、
いやー、ちょっと怖いなって思ってたんですけど、うん、まあなんとか昨日で全部取り終えて。おー、一日で。はい。すごいすごい。よかったです。埼玉の郷さん、台風1号の影響で一日雨の予報なの聞いてます。本土の方に影響出るみたいですね、だいぶ。だいぶ影響来そうですね。今週。ん？今週、スポーツくじ買っといた方がいいのかな？なんでですか？あれなんですよ。ビッグってあるじゃないですか。ありますね。サッカーの予想、うんうんうん、予想でか、まあ一応試合のあれで。はいはいはい。あれって実は、何試合までは中止したのが、まあ中止したのを省けますよっていうのが4試合ぐらいですよね。あるんです。全部ぴったり合わなくて。はいはいはい。でも、その4試合分ぐらいが中止になるって言ったら、結局確率上がるわけじゃないですか。あ、上がるね。っていうので、雨の日が狙い目なのかななんて話もあったりします。あ、そうなんだ。私ビッグとかそういうの買ったことないからよくわかんないんだよね。まあでもその規定以上になると、うんうん、結局頓挫しちゃうんで。あ、それもそれで。はい。埼玉の郷さん、明日の夜は風が10メートルって。10メートル。なかなか吹きますね。なかなか強いな。いや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 。もうまた台風シーズンが到来するのかな。本当にシーズンになっちゃうと、それこそ梅雨明け宣言出るかもしれないですからね。そりゃね。沖縄からしたら、短ってなるかもしれない。なりかねない。今年は。はい。うん。一番。いやー、あっという間に梅雨明けても困るしね。そうですね。まあやっぱ貯水率もうちょい上がってほしいですから。上がってほしい。せめてあと 10% は。うん、今80ぐらい ?80 手前ぐらいなので。まあ90ぐらいは行ってほしいな。ですよね。うん。で、それと、なんか、安全ではあるかな、はい。90までいったら多分、年内の心配はなくなると思います。でも難しい問題だよね。はい。どうしようかな。一旦来週のテーマ行きましょうかね。そうですね。お願いいたします。来週のテーマは、自転車。おぉ。です。というのも、6月の3日。はい、ちょうど収録の日なんですが、はい、世界自転車デーというふうなことになっているみたいなので、なるほど。自転車というテーマにいたしました。久々に乗りたいなぁ。私も乗ってないんだよね、最近。いや、自転車はちょっとブレーキじゃないですね。ホイールがちょっと悪くなっちゃって、はいはいはい、直さないといけないなってずっと放置してるんですよ。まだお金かかっちゃうんで。埼玉の郷さん。台風でユイレールは29日の水曜日まで運行の影響あるみたいよって来てますね。うん、レッカイクーさんが明日セミ取りに行くぞー、なんでよや。食べるんですか？食べるの？いるよね。あれですよ。今年はアメリカめちゃくちゃセミ食べないといけないかもってニュースになってました。何それ？超大量発生するらしい。いい。だから、街にセミだらけになるので。いやー、食べて消費しないといけないぐらいかもって言われます。いやー。なんか、前回が200年前かなんかで。すごい大変だったって記録が残ってるらしくて。そうなんだ。はい。うん。セミアイスクリームとかそういうの。いや、ね。いや、なんだそりゃ。埼玉の郷さん。ほう、自転車か、子供たちは毎日乗っているけどねーって来てます。カーボーイさん、じゃあ、来週の曲は、高田、これは何ですか？こうかな？自転車に乗ってかな？いや、そうでもないかもしれないですよ。ちなみに、僕、自転車、代々名前つけてるんですよ。はい、おチャーリーって名前つけてます。え？なんでチャーリーなの？チャーリーはチャーリーですよ。チャリンコだから。あら、そういうことか。小学生の頃からつけてるんで。そういうことか。チャーリー1世、2世とかってつけてます。沖縄大好きさん、自転車昔も、持ってたけど、今はない。久しぶりに乗りたい。誰か僕に自転車買ってくれーと来てます。うん、ちなみに、自転車はどんな自転車に乗るんですかね？まあ、来週聞かせてくださいな。はい。カップボーイさん、セミ冷凍保存してる人いるよね、リスナーさんで。そうなの？マジか。すげえ。マジか。いるのか。本当に食べるのかな。本当に食べたらやばいと思うけどね、逆に。
なんかあの、標本とかで集める人いますよね。セミ。うちのおじいちゃんは結構昔やっぱ食べてたって言ってたんで。うんうんうん。あ、確かに言ってた言ってた。背中が美味しいよって言ってました。どんな味するんだろう、逆に。筋肉の部分が美味しいんだよって言ってました。はぁ。予想つかねえなー。あと1分ぐらいですか。それでいいですね。そうですね。いやでもあの、セミの人は元気なのかな、あの、ベンビーさんのことです。ああ。東京行っちゃって。東京行っちゃって。ベンビーさんが。ベンビーさん、なんかセミの真似とかするんですか？あの、セミを食べるというか、一回食べたんじゃないかな、本当に。あの、なんだっけ、コントっていうか、はい、あれでよく言うんですよ。好きな食べ物はセミって。そう。なので、セミの人は元気かなってわざと言ってみました。なるほど、ね。はい、ということでお時間来てしまいました。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサチーと、ミキサーのキョンでした。じゃあねー。バイバーイ。セミ食いてー。なんでよ。セミ食いてー。それ、寿司食いね。寿司食いて寿司食いねだよ、それ。いやだ、食いたくない。絶対嫌だ。え、ネタの人がセミ食べるおじいちゃんなんだよな。確か、ある。好きな食べ物は言って、セミ言うやつ。そう。そう、ベンビーさん。ベンビーさん、なんか、東京で仕事がないとか、うんぬんかんぬん、なんかしてたけど。実際はどうなんだろうか。っていうね。っていうね。いやでいい。東京に染まって帰ってきそうだな。エンビーさん。永住するかもしれないですね。逆に、はい、どうだろうね。でも、なんか、YouTuber にも同じかなってるっていうね。東京怖い。東京はね、あの、新宿の駅が怖い。あっちで迷子になった。僕は東京怖い。なんでですか？東京の人怖い。あそこ？人が怖いってこと？なんか、ちょっとなんかドライじゃないですか。まあ。まあでもいろんな人いますからね。いるいる。人はね、人いっぱいいるから。まあ、あれですけどね。まあ、陸上の後輩に東京出身の子はいい子でしたけどね。ああ、まあ人それぞれってことですよ。はい。あ、キングス、明日どうなるか。明日ですね。どうなるか。でも、流れ的にはめっちゃ面白いですね。あ、うん、確かに。あの、あっという間に優勝決まるよりも。うんうん。まあ、向こうも初優勝かかってますし。確かにね。こっちも連覇、初の連覇がかかってますし。うんうん。そうそうそう。って考えたら、もう、うん、明日が本当に、B リーグって、なんか最近こういう話題に欠けないじゃないですか。ちょっと盛り上がってきてますよね、だから。確かに、言ってる。めちゃくちゃいい試合とかも増えてるんで。うんうんうん。だから昔のなんか、千葉一強とか東京一強だったような、あんな時代からはまただいぶ変わってきて。そうそうそう、変わってる。だいぶ変わった。だいぶ変わった。明日がどうなるか、ちょっと。仕事を早く切り上げたいけど。あ、でも7時か。夕方7時だったら、多分私は仕事終わってるかな。多分終わってる。何もなければ。何もなければ。終わっているはずだ。どうかな。でも流れ的には沖縄に、琉球に来てほしい。2連覇。2連覇。2連覇来てほしいな。頑張れ。キングス。ゴーゴーキングス。また見に行きたいな。撮って。キングスやっぱ面白いですよね。面白い。あの、試合のこの流れが。うん。だからみんなあれらしいですよ。だから沖縄来たいらしいですよ。今度のチームも。そうなの？いくらアウェーでもあれだけ盛り上がってるのが、やっぱりプロやってて、あ、プロだっていう、この、矜持があるらしくて。明日できたらあっち行きたいな。バイバーイ。バイバーイ。